はい、YouTube 投稿週刊マスター講座の、5回目が1月、に開催されるんですが、そのためのですね、受講者の方への宿題ということで、有名な本でですね、さあ才能に目覚めようという本があるんですけど、そちらの方のストレングスファインダーですか、そういったものをですね、本を買ってご自分で実施をしてもらうというのが今回の宿題です。次回の講座は自分の強み、とか過去の成功体験を、生かした集客ということでね、これは、継続的に情報発信をするようなことで信頼を得る、資料に最適な集客方法を、実践継続していく中でですね、やはりその好きなこととかね、自分の強みを生かした活動でないとですね、続かないと思うんですよね。でそういったことで大変、重要な内容だと思いますので、ご自分の強みを見つけるためのツールというのはね、いくつも、開発されているようですけれども、比較的安価でね、チェックができるで大変よく知られているツールとして、先ほど、冒頭に挙げました書籍をね、活用して、結果をメーリングリストでね、報告してもらうという形にしましたら、もう早速ね、皆さん宿題をやっていただきました。ストレングスファインダーを実施いただいて、結果をね、メーリングリストに流してもらって、でもともとご自分で持っておられたご自分に対する印象との違いとかね、そういったものを投稿いただいてるんですけども、やっぱりそれほどたくさんのね、少人数制の講座なのでたくさんの受講生はいらっしゃらないんですけども、それでもですね、もう全然皆さんね、強みが違いますね。中に時々ね、誰と誰がどういう強みが共通してるとかってありますけども、ほとんど共通してないですね。で特に1位の強みなんていうのは皆さん大変ね、その方の、強みを表している、内容だと思います。ところが往々にして1位の強みはご自分ではね、もうあんまり当たり前すぎて、気づいてない、中にはご自分の、欠点のようにね、考えていらっしゃる方もいらっしゃるようで、それを強みとして捉え直すというのはですね、ことができるというのは大変集客においてですね、役に立つことだと思ってます。でその結果を踏まえてですね、1月具体的にもう少し深めてね、講義を行います。でその他、ちょっと違ったタイプのね、強みの判定ツールなどもご紹介をしたいと思ってます。